はい、ハンマケの本気のハンマヨワ先生です。でも今ちょっとね、気がついてね、録画撮ったのはね、ちょうど私の叔父がね、小松製作所の大きい会社のブドウザーの会社のね、総務取締役をやってたんですね、東大卒でね。で、豊田さんの副社長の就任でね、テレビ見てて、ここ1週間ぐらい前以内ですね。で、分かったんだけども、私がね、世界中の総理大臣とか大統領ですね、実は私の方がやってるなというようなことでね、話したんですけど、で、というのは、豊田さんの副社長の話ですね、就任ということでね、やってて、で、豊田さんの会社、大きいですからね、もう、で、副社長さんが、俺が全部責任取るよということで、その役員ね、重役役員たちに話してたんですよ。で、内容を聞いてましたら、ああ、これか。私が、豊田さんも私、最高、経営者やってたかって、私が言う通り動いてたことがあったかというようなことが分かったんですね。で、経営をね。で、私は責任取らないんですよ、いつも。で、一切責任取らないけども、経営にね、私の頭貸す場合は、まあ、当然有料ですけど、責任取らないんですよ。で、経営してる状況を聞いて、内容を聞いたら、これはまあ、責任取って、ね、私よりやろうということで、やってたということが分かったわけですね。で、で、ちょっと待ってね。時間あるかな。でね、IBM の取締役も僕やってるんだけど、あとお金の取り立てっていうのはね、力強いんで、自分でね、FX でたくさん取ったっていいわけですよね。無限に稼げるんでね。だから、その時に自分で取ればいいわけで。で、つなげとくとすぐね、私にかけてきて、と、あの、倒産するまで頑張ったりして、ね、私の責任したりするわけです。会社にね、直接的にね、契約しちゃうと、人間悪いから、私を殺すためにね、わざと破産させたり動くんです、人間ってのは。だから、くっつけられないんですよね、どこもね。で、私、JBCC ホールディングスという会社も創設名誉会長ですけど、ね、私の家に建てた会社ですよね。2回目のね、じいさんの家に建てた会社なんですけど、谷口とやってて、新妻誠一とね、防衛庁技術研究所の所長、閣僚やってる2回目のじいさんね。で、最初建てて、で、私が、グループ会社に貸してね、私が多くしたわけですよね、現在ね。で、つなげると、私をやっつけたいということで、わざと潰すんですね、社会が。だから、登記できないんですね、私の場合ね。だから、ストアから、一応は、創設名誉会長だよって、一番偉いだよと言って、ね、登記も、会社建てた、混在のね、証拠も全部あるわけですね。自分の家に建ててあったということだよということでね、全部わかるわけですね。寅さんのテレビの工場、これは私が建てた会社の昔ですね、を、倍賞さんも家に来ていただいたことあるんですけど、そういう関連でできてるんですね。寅さんの、周りとかには違いますけどね、その工場のね、動きとかそういうのは、私の建てた会社をつなげたんですね。昔そんなもんだったんですね。で、まあそんなことで豊田さんも、
私がね、経営してたなって、一番経営してたなという、まあ、どこでもそうだなということが分かったわけですね。で、言えることが分かった。大きい会社で動いてる内容なんか聞くことさえいけないでしょ、危なくて人間たち。私、出向けませんから、本物貴族の王様だからね。本物だからね。ということですね。で、ちょっと待ってね。あと話したのは、クリントン、トランプ大統領もそうだけど、新しいね、天皇陛下のね、仕事する人もそうなんだけど、新しい仕事で素直に言うんだけど、上の生物なんで私の場合はね、幼稚園みたいに見えるんだけどね。というのは自分の部下をね、会社につけて給料だけもらいたいっていうわけです、頭ではね。まあそれはね、もう正直でトランプさんも大統領もそうしょっちゅう言うんだけど、頭で命令するんだけど、まあ上の生物としてはそれはちょっと幼稚だから、だから上の生物としてね、正しい教えてるから、それが間違いが ないからそちらの話を聞いてくれというので、ね、やってもらってるわけですね。やってもらってるというか、私が指示してるわけですよ。強制もしませんけどね。実際はそういうことなのね。いつもそうなんです、ね。だから、素直だからいいですけどね。そういうふうにして経営してますということね。私が入んないとまずいんですよね、世界中の総理大臣や大統領。ね、そういうことですね。記録に。松下、パナソニックも私が創業者だしね。晃之助会長が、まあ、死んだけども、それ以来はやっぱり一番でしょうね。私が創業したら一番でしょうね、現在ね。内容は、記録に残してありますから、それから見てください。それから、富士通の社長もだから、私が